チェルノブイリ原子力発電所の位置。左上囲み内の赤い印、キエフの北西。赤い部分はウクライナ。その北は、ベラルーシチェルノブイリ原子力発電所周辺の衛星画像。中央の黒い部分は、冷却水用の池。その左上に発電所がある。1997年、撮影チェルノブイリ原子力発電所の 円形チェルノブイリ原子力発電所事故は、1986年4月26日午前1時23分に、ソビエト社会主義共和国連邦の構成国、ウクライナソビエト社会主義共和国のチェルノブイリ原子力発電所4号路で起きた原子力事故である。後に決められた、国際原子力事象評価尺度では深刻な事故を、示すレベル7に分類された。 事故当時、チェルノブイリ原子力発電所では4つの原子炉が稼働中で、さらに2つが建設中だった。原子炉はいずれもソ連が独自に開発した、国連原則沸騰ケ水圧力管型原子炉で、熱出力が320万キロワット、電気出力が100万キロワットの RBMK1000 であった。1986年4月25日、 4号炉は保守点検に向けて原子炉を止める作業中でこの機械を使っていくつかの試験を予定していた。黒煙制御棒型の炉において核分裂により生じた中性子を吸収核の連鎖反応を防ぐのは炉心内を循環する冷却水である。非常時に備え冷却水循環ポンプ用ディーゼル発電機はあるものの軌道から 循環水ポンプが必要な出力になるまでに数十秒を要する。そこで冷却水用電源ロスからディーゼル発電機の起動から十分な出力を得るまでのギャップをそれまで発電を行っていたタービン発電機の完成回転による発電で確保する実験を行っている最中だった。爆発とその後の火災により14エクサベクレルの放射性物質が 大気中に放出された。消防隊の作業の結果、周辺の火災は26日5時頃には沈下したが、原子炉では黒煙と溶けた燃料が火災を起こしていた。アメリカの軍事衛星は赤く燃える原子炉中心部の様子を捉えている。ソ連当局は応急措置として次の作業を実行した。原子炉を消火資格分裂を抑制するために砂や放送を ヘリコプターで4号路に投下した。作業は27日から始まり、5000トンを投下した。最初に活動したパイロットなど30人は、間もなく、治療のためキエフへ送られた。放射線を遮断するため、同様に2000トンの鉛を投下した。水蒸気爆発を防ぐため、圧力抑制プールから水を排出した。作業は発電所の職員や消防士が行った。 一部の溶けた燃料は、排水が終わる前に、圧力抑制プールへ達したが、水蒸気爆発という規模の現象は起きなかった。溶けた燃料を冷却するため、原子炉のもとに液体窒素を注入した。注入した時にはすでに炉心から燃料が流出していた。ソ連政府の報告書によれば、5月6日までに、放射性物質の大規模な流出は収束した。 蒸気の措置がどの程度有効であったのかについては評価が分かれている。西側諸国が異常に気づいたのは事故発生から2日が経過した後だった。4月28日の朝、スウェーデンのフォルスマルク原子力発電所で職員の靴から光線量の放射性物質が検出されたことが発覚のきっかけとなった。28日中にはスウェーデン政府の外交官が ソ連政府と接触し、ソ連内で原子力事故が発生した事実がないか問い合わせた。当初、ソ連政府はその可能性を否定する回答を行ったが、スウェーデン側から国際原子力機関に事態を報告する意向を伝えられると一転して、チェルノブイリ原発で事故が発生した事実を認めた。放射性物質は風に乗って北半球の全域に拡散した。 日本では5月3日に雨水中から放射性物質が確認された。発電所に近いプリピア地から住民の避難が始まったのは事故発生から36時間が過ぎた27日の昼であった。それまで住民には事故についての正確な情報が与えられず、約5万人の人々が飛散した放射性物質による 汚染の事実を知らぬまま通常の生活を送っていた。それから一週間後の5月2日には、原発から30キロ圏内にあるプリピャチ以外の地域でも避難が開始された。破壊された4号路は構造物で囲って封じ込めることになった。この構造物は石棺と呼ばれ、工事は6月に始まり11月に完了した。石棺の建設や周辺の除染とともに、 事故後止まっていた三つの原子炉も復旧に向けて作業を進めた。一号炉は9月、二号炉は11月、三号炉は1987年12月に運転を再開した。建設中だった二つの原子炉は放棄された。高濃度の放射性物質で汚染されたチェルノブイリ周辺は居住が不可能になり、約16万人が移住を余儀なくされた。 避難は4月27日から5月6日にかけて行われ、事故発生から1ヶ月後までに原発から30キロ以内に居住する約11万6000人すべてが移住したとソ連によって発表されている。しかし、生まれた地を離れるのを望まなかった老人などの一部の住民は移住せずに生活を続けた。放射性物質による汚染は 現場付近のウクライナだけでなく、隣のベラルーシ、ロシアにも拡大した。1991年のソ連崩壊以後は、原子力発電所が領土内に立地しているウクライナに、処理義務がある。2018年現在も、なお、原発から半径30キロ以内の地域での居住が、禁止されるとともに、原発から北東へ向かって、約350キロの範囲内には、 ホットスポットと呼ばれる局地的な高濃度汚染地域が約100カ所にわたって点在する。ホットスポット内においては農業や畜産業などが全面的に禁止されており、またその周辺でも制限されている地域がある。ソ連政府の発表による死者数は運転員や消防士などを合わせた33名だが事故の処理に当たった軍人トンネルの掘削を行った。 単行労働者に多数の死者が確認されている。長期的な観点から見た場合の死者数は数十人とも数百人とも言われるが、事故の放射線被曝と癌や白血病との因果関係を直接的に証明する手段はなく、科学的根拠のある数字としては議論の余地がある。事故後、この地で小児甲状腺癌などの病気が急増しているという調査結果もある。 1986年8月、ウィーンで、プレスト・オブザーバーナッシュで行われた、IAEA 非公開会議で、ソ連側の自己処理責任者のバレリー・レガソフが、当時放射線医学の根拠とされていた、唯一のサンプル調査であった広島原爆での、結果から4万人がガンで死亡するという推計を発表した。しかし、 広島での原爆から試算した理論上の数字に過ぎないとして会議では4000人と結論されこの数字が IAEA の公式見解となったミハイル・ゴルバチョフはレガソフに IAEA にすべてを報告するように命じていたが彼が会場で行った説明は非常に細部まで踏み込んでおり会場の全員にショックを与えたと回想している 結果的に西側諸国は当事国による原発事故の評価を受け入れなかった。2005年9月にウィーンの IAEA 本部でチェルノブイーフォーラムの主催で開催された国際会議においても4000人という数字が踏襲され公式発表された。報告書はベラルーシやウクライナの専門家、ベラルーシ政府などからの抗議を受け表現を変えた。 修正版を出すことになった。事故から20年後の2006年を迎え、がん死亡者数の見積もりは、調査機関によっても変動し、世界保健機関は、リクビダートルと呼ばれる、事故処理の従事者と再汚染地域及び、避難住民を対象にした4000件に、その他の汚染地域住民を対象にした5000件を、加えた9000件との推計を発表した。これは、ウクライナ。 ロシア、ベラルーシの参加国のみによる値で、フーのエムリ・パコリによれば、前回4000件としたのは、低汚染地域を含めてまで推定するのは、科学的ではないと判断したためとしており、事実上の敷地を設けていたことが分かった。フーの国際岩研究機関は、ヨーロッパ諸国全体の住民も含めて、1万6000件との推計を示し、 米国科学アカデミー参加の米国学術研究会議による電離放射線の生物学的影響第7次報告書に基づき全体の致死リスク係数を10%シーベルトから5.1%シーベルトに引き下げられたが対象範囲を広げたために死亡予測数の増加となった。風は1959年に IAEA と世界保健総会決議において は12から40という協定に署名しており、IAEA、e、の合意なしには、核の健康被害についての研究結果等を発表できないとする批判もあり、核戦争防止国際医師会議のドイツ支部がまとめた報告書には、風の独立性と信頼性に対する疑問が提示されている。欧州緑の党による要請を受けて報告された、統治レポートによると、事故による、 全世界の集団線量は約60万人、シーベルト、過剰がん死亡数を約3万から6万件と推定している。環境団体グリーンピースは9万3000件を推計し、さらに将来的には追加で14万件が加算されると予測している。ロシア医科学アカデミーでは21万2000件という値を推計している。2007年には、 ロシアのアレクセイアブロコフラが、英語に限らず、ロシア語などのスラブ系の諸言語の文献をまとめた、創設の中で1986年から2004年の間で98万5千件を推計、2009年にはロシア語から英訳されて、チェルノブイリ、コンセクエンシーズ・オブ・ザ・カタストロフィー・フォー・ピープル・アンド・ザ・エンバイロメントというタイトルで出版された。ウクライナのチェルノブイリ連合は、 現在までの事故による死亡者数を約73万4000件と見積もっている。京都大学原子炉実験所の今中鉄次助教授の話によれば、チェルノブイリ事故の被爆の影響による全世界の岩死者数の見積もりとして2万件から6万件が妥当なところとの見解を示しているが、たとえ直接の被爆を受けなくとも、避難などに伴う心理面。 物理面での間接的な健康被害への影響に対する責任が免責されるわけではないと指摘している。ウクライナ国立科学アカデミーのイワンゴドレフスキラの調査によると、チェルノブイリ事故前のウクライナにおけるルジニー地区の平均寿命は75歳であったが、事故後65歳にまで低下しており、特に高齢者の死亡率が高まっていることが分かった。 これは放射線及びストレスのかかる状況が長期化したことが大きな要因とみられる。事故が発生したのはタービン発電機の完成回転を利用して所内用電源を確保する実験を行っている最中だった。RBMK では外部電源を喪失した場合、非常用発電機の起動から循環水ポンプが必要な電力が得られるまで、 60から75秒を要するため、その間の不足するポンプ用電力のギャップを何らかの方法で埋め、炉心の冷却を維持する必要があった。実験は、事故以前にも3回、同様のシナリオでテストが行われ、いずれも非常用電源立ち上げまでのギャップ埋めは成功せず、また、いくつかのテストでは非常用炉心冷却装置を無効化している。4号炉は、 ECCS の作動時には、完成発電を利用する設計になっていたが、この機能を試験せずに1983年12月に発電を開始した。この爆発事故においては、この遅れにより試験担当するグループが、昼のチームから、夕晩夜晩へと変わってしまった。特に夜晩のチームは、原子炉停止後の冷却を主な役割としており、 今回の完成運転試験に関して十分な教育や引き継ぎがなされていなかった。など多くの複合的な要素を原因として指摘できる。学者らによる後の自己検証では、これらのいずれかが一つでも守られていれば、爆発事故、あるいは事故の波及を最小限に抑えることができた可能性が高かったとも言われている。1986年8月にソ連政府が、 国際原子力機関に提出した報告書によれば事故の原因は運転員による極めて信じがたいような規則違反の数々の組み合わせであった。なお、反応度操作余裕とはスクラム信号が発生した時に作動する制御棒全体の状態を最も危機の良い位置にある制御棒の本数に換算した値である。運転規則では オルムが15本を下回った場合、直ちに原子炉を停止すると定めている。4月25日一時、4号炉は予定されていた。点検修理のため、定格出力から出力効果を開始した。運転停止の機械を使って、タービン発電機の完成回転を利用して、所内用電源を確保する実験を行うことになっていた。計画では、この試験は、 熱出力が100万キロワットないし70万キロワットに下がったところで行うことになっていた。13時5分、160万キロワットの時、2台あるタービンのうち1台を送電線から切り離した。14時、計画に従って ECCS を解除した。そのまま出力効果を続ける予定であったが、ここで、キエフ宮殿司令所の要請により、160万、 キロワットでの運転を継続した。23時10分、指令所が出力効果を認めたので、作業を再開した。4月26日0時28分、高出力領域での制御方式から低出力領域での制御方式に切り替えたが、目標値の設定を忘れたため、3万キロワットまで低下した。運転員が、 制御棒を引き抜いて、出力の最上昇を図った結果、一時、20万キロワットまで上昇した。予定以下の出力だったが、実験を実施することにした。一時3分と7分、運転中の6台の循環ポンプに加えて、2台の予備ポンプが追加され、8台のポンプが運転に入った。炉心への流量が増加し、規定流量を超えたポンプもあった。 循環ポンプの流量増に伴って、気水分離タンク内の水位が低下し、非常レベルまで下がったが、運転員は、原子炉の停止を避けるため、水位と圧力に関するスクラム信号を無効化した。1時19分、気水分離タンクの水位低下を防ぐため、運転員は、給水流量を増加させた。露診の流量が増加していたことと、低温の水が供給されたことで、 炉心での蒸気発生はさらに低下した。出力維持のため、自動制御棒に加え、手動制御棒も引き抜かれた。1時22分30秒、中央計算機の打ち出しによって、運転員は、オルムの値が、直ちに炉の停止を要する値にまで減少している、ことを知ったが、実験を強行することにした。1時23分4秒、運転員は、 第8タービンへの蒸気弁を閉じ、実験が始まった。2台のタービンを切り離したことで、原子炉を停止する、スクラム信号が出るはずであったが、実験が不調だった場合に、再び実験ができるようにするため、この信号は運転員によって解除されていた。実験の開始後、炉心の流量は、4台の循環ポンプが、完成発電による運転に入ったことで、 ゆっくりと低下を始めた。流量の減少や蒸気発生の増加などで、炉の出力が徐々に増加を始めた。1時23分40秒、異常に気づいた。運転員は、原子炉の制御棒を一斉に挿入する、緊急停止スクラムボタンを押したが、時すでに遅く、炉心では、暴走が始まっていた。AG-5 を押した、数秒後に衝撃があり、 制御棒は過炭まで入らなかった。建屋の外にいた目撃者によると、1時24分頃2回の爆発が続いて起き、花火のような吹き上げがあったという。後の計算によると、1時23分44秒、原子炉出力は定格の100倍に達したと推定されている。報告書では、特に蒸気のカラーを規則違反の事例として示し、 これによって事故が起きたとしている。しかし、後の1991年報告書では、これらの規則違反は濡れぎぬで、むしろ炉の欠陥が原因であると結論された。1991年1月、ソ連原子力産業安全監視委員会の特別委員会は、ソ連最高会議の要請で行った再調査に関する報告書を発表した。その中で、 事故の原因は、制御棒の欠陥と当局の怠慢であると指摘した。RBMK の制御棒は、その本体のもとに原則剤である、黒塩棒が付属している。制御棒を完全に引き上げた状態では、黒塩部は、コア中央に、その上下1.25メートルには、水中と呼ばれる部位が存在し、中央黒塩部では中性子の吸収が穏やかなため、 核反応が進行する。黒煙制御棒が最大引き上げ状態からスクラム動作を行うと、黒煙制御棒が引き下げられ、中性子線を吸収する水が導入されるのだが、引き抜き動作の途中、炉心株はそれまで中性子を吸収していた水柱からほとんど中性子を吸収しない黒煙棒と置き換わるため、核分裂が進行するスクラムとは逆意図の反応を示す。 この逆反応に加え冷却水の沸騰により、中性子線吸収力の低下による、さらなる反応促進が生じ、条件によっては、炉心下部で部分臨界を引き起こす、ポジティブスクラムが、発生、炉の出力の急激な上昇を招き得る。出力効果を始めた4号炉は、4月25日3時47分、定格の半分である160万キロワットまで、降下した。 ここから指令所がさらなる出力の効果を認める23時10分まで、その出力を維持したことで、路心内の中性子線量が低いため、要素135の崩壊から生じた、キセノン135が蓄積した。安定した運転状況であれば、キセノン135は中性子を吸収、直ちに安定なキセノン136となる。 低出力運転時には蓄積したキセノン135が中性子線を吸収するため露芯の応答性を下げ制御を困難としてしまう。4月26日0時28分に発生した出力の低下に対処するため運転員はキセノンオーバーライドで制御が困難になっていた露芯から制御棒を引き抜いた。オルムが減少し 防護系が役に立たない状況となったが、運転員は、オルムの値を確認することはできなかった。1時22分30秒、中央計算機は、炉の状況を示す数値を磁気テープに記録したが、オルムの計算は行われていない。実験の開始後、4台の循環ポンプの流量が若干低下し、露心での蒸気発生がいくらか増えたが、その効果は、 若干の圧力上昇と自動制御棒の挿入で操殺された。実験中、出力は安定しており、運転民の操作や警報の作動を促すような兆候は何もなかった。1時23分40秒、運転員が AG-5 を押したことが事故の発端となった。この時の出力分布は、後の解析によると、路心中央では低調。 上部と下部では活発で不安定な状態であった。制御棒の一斉挿入から数秒後、露心下部では黒煙挿入による出力の急激な上昇、オーバーヒートによりコアの一部が崩壊し、制御棒引き下げが不能となり、露心暴走が始まった。1時23分43秒までには、 炉の出力は530メガワットに達し、コア内部では急激な蒸気の発生により、中性子の吸収率の低下、一層の炉心暴走につながった。蒸気圧の上昇は燃料防止服の破損、蒸気配管を破壊し、原子炉容器上部を吹き飛ばした。運転日誌には1時24分、強い爆発、制御母は原子炉の下場まで達せずに、 停止と記されている。1986年の報告書が指摘した運転員の規則違反については以下のように反論している。ECCS を解除したのは規則違反であったが実験の計画書に従ったのであって運転員の違反ではない。ECCS が有効でも事故の進展には関係ない。運転規則では低出力での運転を禁止していない。 すべての循環ポンプを運転することは、運転規則を含めいかなる文書でも禁止していない。流量が制限値を超えたことは規則違反だが、これはポンプの故障を防ぐためのものである。どちらの信号も有効だった。事故の進展には関係ない。規則違反であるが、運転民は確認できなかった可能性が高い。 オルムの値が緊急防護系の有効性に影響を及ぼすということは運転人には知らされていなかった。運転規則と実験の計画書に従ったもので規則違反ではない。また、当局が RBM 系の安全性に問題があることを認識していながら対策を怠ったことも明らかになった。1975年11月、レニングラード原子力発電所で 圧力感が破損する事故があった。原因は、圧力感を製造した時の欠陥とされたが、実際にはオルムが15本以下の時に発生したもので、あり、原子炉の構造的な欠陥が関係していた。オルムの値が減少すると、正のボイド係数が大きくなり、ポジティブスクラムの効果も大きくなるのである。また、 1983年11月から12月、イグナリナ1号路とチェルノブイリ4号路の試運転では、ポジティブスクラムの発生を観測している。低出力で運転すると、キセノンオーバーライドが発生し、出力分布の歪みも大きくなること。この時緊急防護系が働くと、性の反応度が現れることが報告されている。当局の責任者たちは、 こうした危険性を知りながら原子炉を改善することも運転員を教育することもしなかった。報告書は運転員がなぜ a g マイナス5を押したかは明らかにできなかった。これに関して副議士長で実験を指揮したディアトロフは自身の著書で次のように述べている。1時23分40秒より前には中央制御システムは スクラムを正当化するようなパラメータ変動を記録していなかった。委員会が大量の資料を集め分析したが、その報告で述べられた通り、なぜそのスクラムが指示されたかの理由は特定できなかった。その理由を探す必要などなかった。その原子炉はただ実験の一部として停止されたのだから。1992年、IAEA、e、は報告書を発表し、 ポジティブスクラムについての判断は避けつつ、全体として安全文化の欠如が事故の原因と指摘した。4号炉の原子炉建屋に設置された線量計のうち、2つの線量計は線0と減、レントゲン、毎秒まで測定可能だったが、1つは爆発のために接近できず、もう1つは故障のために利用できず、 それ以外の線量計は1ミリレントゲン毎秒までしか測定できないものだった。そのため、運転員は原子炉建屋の大部分の放射線が4、レントゲン毎時より大きいことを確認できただけだったが、実際の線量は最も高い場所で2万レントゲン毎時であった。このような不完全な情報に基づき、制御室当直班長のアキーモフは原子炉が無事であると判断した。 この時、周辺には核燃料と黒煙が散乱していたが、原子炉破損の判断には至らなかった。また、民間防衛隊が持ち込んだ、占領計による測定値は、占領計の故障と判断された。所長のブリュハノフは、共産党中央委員会原子力発電部長のマリンに、事故が起こったが原子炉は無事であると電話で報告した。 原子炉そのものが破壊されたという事実が公認されるのはモスクワから専門家が到着してからである。26日午後、モスクワから専門家が到着し、副首相のボリス・シチェルビーナを議長として政府委員会の活動が始まった。会議の結果、住民の避難については27日にプリピアチの住民を避難させることになった。27日14時。 プリピアチの住民の避難が始まった。当局が心配していたパニックは起きず、数時間で完了した。市内の放射線量は、避難が完了した時点で360から1000ミリレントゲンマイズだった。原発から30キロ圏内にあるプリピアチ以外の地域からの避難は、5月2日に決定し、6日に完了した。報告書によれば、避難した住民の総数は、 約11万6000人である。また、原子炉の消火については、上空からヘリコプターで砂や鉛を投下して、封じ込めることになった。作業は27日から始まり、5月2日まで続いた。後の調査では、投下した資材の多くは露心に届かず、その多くは周囲に散乱し、露心の封じ込めには失敗していたことが判明している。破壊された4号炉は、 構造物で囲って封じ込めることになった。この構造物は石棺と呼ばれ、工事は6月に始まった。現場から少し離れた場所でコンクリートを流し込む枠を作り、それをトレーラーで原子炉建屋まで運び、コンクリートを流し込んで建設した。最初の壁ができると、それが放射線の遮蔽物となり、作業はかなり進めやすくなった。8月。 地上の除染はかなり進み、石棺の建設も屋根を乗せる段階に入っていたが、3号炉の屋上と排気塔の周辺には、原子炉から飛び出した強い放射線を出す破片が、事故当時のまま散乱していた。屋根を乗せる前に、こうした破片を石棺の中に戻す必要があった。まずロボットを使って、破片の除去を試みた。しかし現場には、 パイプや段差があって操作が難しく、電子回路が強い放射線で破壊され、ロボットは動かなくなった。結局、政府委員会は人間を使って除去することにした。まず現場の放射線量を測定し、さらに上空からの写真を分析した結果、屋上に散乱している破片の量は140から150トンと判明した。作業は9月19日に始まった。 作業の様子をテレビカメラでモニターし、ストップウォッチで時間を計り、時間になるとサイレンで知らせた。一人あたりの作業時間は9分で、その間に黒煙で50キロか核燃料で15キロを石管に投げ込むことが目標とされた。10月1日に破片の除去が完了すると屋根を乗せる作業も再開し、11月に石管は完成した。 石棺の建設など、事故の処理作業に従事した人々を、クビダートルという。その数は60万人で、4分の1が、正規軍、残りが、予備役や、民間人だったと報告されている。4月25日から26日の夜、発電所内の2つの原子炉建屋には運転員や、技術者など160名が勤務しており、 建設現場では労働者300名余りがいたが、事故直後の爆発により、原子炉建屋で勤務していた、主循環ポンプオペレーターのバレリー・コデムチュクと、自動システム調整員のウラジミール・シャセノクの2名が、死亡した。コデムチュクは、建屋の崩壊に巻き込まれて行方知れずとなり、現在に至るまで遺体は回収できておらず、現地に混流された、記念碑のモデルともなっている。 車瀬の区は、脊椎損傷、肋骨の開放骨折、全身の放射線熱傷により意識を回復することなく死亡した。二十六日の午前三時頃から、運転員や消防士たちの間に、急性放射線障害により、激しく嘔吐して動けなくなる者が続出した。五月に入ると運転員のアキーモフラをはじめ、消防士や儀士たちが次々に放射線障害で、 倒れていった。作業員の中で最初に、急性放射線障害を発症し、5月21日に、死亡したタービン技師のボロディームイル・サベンコフは、遺体の放射性物質による汚染があまりにもひどかったため、鉛製の棺で埋葬をしなければならないほどであった。即入院した203人のうち死亡したのは31人で、28人が、急性放射線障害だった。 彼らは事故を収束させるべく集まった消防と救急の隊員だったが彼らには煙などからの放射線被曝がどれほど危険であるかは知らされていなかった。ソ連当局がプリピアチなどチェルノブイリ原発から10キロ圏内の地域に住む人々の避難を開始したのは事故発生の36時間後でありその間それらの地域の住民には事故についての 正確な情報が与えられなかった。結果として、プリピアチの約4万7千人の住民は4月27日13時に避難の実施がアナウンスされるまで飛散した放射性物質による汚染の事実を知らされぬまま通常の生活を送ることとなった。原発から30キロ圏内の地域で避難が開始されたのはそれから1週間後のことだった。最終的に プリピアチ周辺からの5万人を含む合計13万5千人が原発事故によって避難させられることになった。ソ連の科学者により、チェルノブイリ4号炉に装填された二酸化ウラン燃料、及び各分裂性生物は約190トンと推測されているが、このうち大気放出総量の評価は13から70%の範囲でばらつきがある。チェルノブイリ事故による汚染は、 周辺の地方全体に均一ではなく、風向きや天候により、不規則に広がった。ソ連及び西側各国の科学者からの報告書は、ベラルーシが旧ソ連全体に降りかかった汚染の約60%を受けたと述べている。しかし、北西ウクライナの一部でもあったブリャンスクの南にあるロシア連邦の広い地域も汚染された。この事故は当初、 国内外問わず秘匿されていた。原発事故の発生に最初に気づいたのは、チェルノブイリ原発からおよそ1100キロにある、スウェーデンのフォルスマルク原子力発電所であり、4月28日の午前8時30分に、出勤した職員の靴から、アラームが鳴るほど光線量の放射性物質が検出されたのがきっかけだった。当初、フォルスマルク原発の技術者は、 次原発所内からの漏洩を疑い、あるいは核戦争が起こったのではないかとも考えたという。フォルスマルク原発はすぐに事態をスウェーデン当局に通報し、その後当局へは他の発電所からも高度の放射性物質による汚染の報告が寄せられた。検討の末、スウェーデン当局はこれらの放射性物質が遠方から飛来したものであり、 風向きから見て南東方向がその発生源であると判断した。28日にスウェーデン政府外交官からソ連内で原子力災害が発生した可能性について追求されたソ連政府は最終的にチェルノブイリ原発での事故発生を認めるに至った。捜査員のシフトパンチョーでディアトロフに炉の異常な挙動と実験の中止を進言し、 制御棒の操作とスクラムの操作を行ったアキーモフは、事故の15日後の5月10日に死亡した。彼は最後まで、私は指示の通りすべての操作を正しく言った。何も間違ってはいなかったはずなのにと言い続けていた。アキーモフと共に操作に当たっていたトップテウノフも5月14日に死亡した。彼ら二人をはじめ、事故直後から数ヶ月以内に殉職した。 運転員や建屋作業員には、勇気の勲章や10月革命勲章が授与された。事故直後に消火作業に従事したレオニード・ティラトニコフや、ウラジミール・プラビクを筆頭とする、生還、死亡した、消防士たち、あるいはリクビダートルの中でも特に危険な、ヘリコプターによる建屋への砂の投下作業に従事した、パイロットのニコライ・アントシュキニやミコラ・メルニクなどの、 ソ連軍人たちには、ソ連邦英雄やレーニン勲章、赤旗勲章といった栄誉称号が授与された。一方、現場責任者であった、ブリオハーノフ所長、ホーミン議士長、ディアトロフ副議士長は、1986年8月に、すべての役職を剥奪されて、失脚、安全規則違反で、刑事裁判にかけられ、禁錮10年を宣告。 労働収容所に収監された。ブリュハーノフはこれに加えて、権力乱用の過度でさらに5年の刑期を追加されている。フォーミンは裁判前に精神衰弱を起こし自殺未遂を図ったため、発狂として間もなく釈放された。残る二人は、ソビエト連邦の崩壊により、刑期の半分の約5年で釈放されたが、ディアトロフは5.5シーベルトの占領を浴びて、 晩年まで放射線障害に苦しみながら1995年に心不全により死去した。RBMK1000 型の設計者や等、中央委員会の原子力政策関係者らの責任が追求されることはなく、ソ連政府は、事故はあくまでも彼ら3人の怠慢が招いた個人単位の犯罪であると断じたのである。3人は、 専門知識における過失は認めていたが、刑事責任については否認した。特にディアトロフは、著書を通じて、事故の原因は、現場作業員の知識の稚拙さよりも、プラントの設計上の欠陥、ソ連の閉鎖的な体制の方が要因として大である、ことを、修正主張し続けた。フォーミンの釈放後の消息は不明であるが、ブリオハーノフは、ソ連崩壊後に、 ウクライナの国営企業であるウクライナエネルギー会社に技術者として再雇用され2006年と2010年にロシア系メディアの事故当時の状況に関するインタビューに応じているこの3名以外では4号路管理責任者で事故翌日より収束作業に当たったアレクサンドル・ピー・コワレンコが安全規則違反で懲役3年同じく事故翌日より 収束作業に当たったシフトパン長のボリス・ロゴシキンが安全規則違反と職務怠慢で懲役7年、シニアエンジニアのユーリ・ラウシキンが職務怠慢で懲役2年を宣告されているが、3名はいずれも事故の責任について無罪を主張した。2018年4月、ウクライナのペトロ・ポロシェンコ大統領は新安全閉じ込め構造物前の式典にて、 事故当時、部水槽からの排水を成功させたものの、その後のソ連の報道では混乱の中で忘れられた、存在となっていたアナネンコ、ベスパロフ、バラノフの3名に、勇気の勲章の栄誉称号を直接授与した。3名は、知識的な被爆を受けたにもかかわらず、事故後も生存して、ロシアやウクライナの原子力産業に、技術者として従事し続けていたのである。 三名のうち、バラノフのみは2005年に、心臓発作で死去しており、死後追増となった。後年、ベラルーシの核物理学者であるワシリー・ネステレンコは、彼ら三名の功績がなければ、推定で、t n t 換算3から5メガトンにも達する巨大な、水蒸気爆発が二次災害として発生し、欧州全域が、数十万年にわたって、 居住不可能となる事態が避けられなかっただろうと述べた。米国の著述家、パーカー・モロイは、アナネンコ、ベスパロフ、バラノフの3名は、チェルノブイリの悲劇を防げなかった。しかし、最も恐ろしい事態の発生を命がけで阻止し、結果として、数十万の欧州市民の命を救ったのだと、記述した。事故後放棄された村商用発電炉の歴史で、 放射線による死者が出たのは、これが初めてだった。2000年4月26日の14周年、追悼式典での発表によれば、ロシアの自己処理従事者86万人中、5万5千人が、すでに死亡しており、ウクライナ国内の国内被爆者、総数342万7千人のうち、作業員は86.9%が病気に、かかっている。また、 周辺住民の幼児、小児などの甲状腺癌の発生が高くなった。IAEA、e、の記録によると、この事故による放射性物質の放出とそれに伴う汚染は、広島に投下された原爆による汚染の約400倍と多いようでも、20世紀中頃に繰り返されたすべての大気圏内核実験による汚染と単純に比較した場合、 その放射性物質の総量比率は100分から1000分の1に過ぎないので、この事故は局地的災害の性質が濃いという考え方もあるが、など、単純に比較にはあまり意味がないとも言える。国連科学委員会の原子放射線の影響に関する国連科学委員会によると、1945年から60年代に行われた約500回の大気圏核爆発により、 拡散した放射性物質による集団積算線量は2230万人シーベルトと推定されている。対してチェルノブイリ事故による集団積算線量は60万人シーベルトと推定されており核爆発の約13回分に相当している。国連科学委員会は2008年の報告で集団積算線量を 以下のように推定している爆発時、炉心内部の放射性物質は量にして、推定10トン前後、14エクサベクレルに及ぶ、放射性物質が放出され、北半球全域に拡散した。食品汚染事故直後半年以内で以下の例が、報告されている。日本での反応、影響日本では、事故直後の社会現象として、例えば、 欧州産パスタの販売量が一時的に急減した。放射線障害に効くというデマが流れ、用土卵の価格が高騰した。モスクワに在住する日本人に対して日本から空輸した牛乳が配布された。5月3日に雨水中から放射性物質が確認された。この事故をきっかけに原子力発電そのものに対する一般市民の不安が急増した。 このため政府は日本の原子炉はアメリカ型で事故を起こしたソビエト型とは構造が異なり同様の事故は起きないという説明を行った。またこの事故について広川隆一が直接現場を訪れて取材した。しかしスリーマイル島原子力発電所事故によってアメリカ型原発もメルトダウン事故を起こしていること日本の東京電力東北電力 中部電力、北陸電力、中国電力が採用している g e m a r k 1型原発の格納容器に欠点があることがアメリカ本国で認識されていることなどは周知されていなかった。そして日本では原発の耐震設計はされていても津波に耐えうる設計は十分でなかったため東北地方太平洋沖地震による大津波のために 福島第一原子力発電所事故が引き起こされた。放射能の内訳の強じ変化のグラフ。減衰の早い各種が消滅することにより、最終的には CS-137 が、ほぼ唯一の放射線源となる。セシウム137の濃度に基づく放射能、汚染地域事故の直後においては健康への影響は、 主に半減期8日の放射性要素によるものだった。今日では半減期が約30年のストロンチウム90とセシウム137による土壌汚染が問題になっている。最も高いレベルのセシウム137は土壌の表層にあり、それが植物、昆虫、キノコなどに吸収され現地の食料生産に入り込む。最近の試験によると この区域内の木の中のセシウム137のレベルは上がり続けている。汚染が地下の耐水槽や湖や池のような閉じた水系に移行しているといういくつかの証拠がある。雨や地下水による流差は無視できるほど小さいことが実証されているため消滅の主な原因はセシウム137がバリウム137へ。 自然崩壊したことによるものと予想されている。事故後に復旧と清掃作業に従事した労働者は高い放射線線量の被くを受けた。ほとんどの場合、これらの労働者は受けた。放射線量を計測するための個人線量計を装着していなかった。それゆえ専門家は彼らの被く線量を推定するしかなかった。線量計が使われていた場合でも、 測定手順は、まちまちだった。一部の労働者たちは、他のものよりも、大量の放射線量を受けたと推定された。ソ連の推定によると、30万から60万人が、炉から30キロの退避区域のクリーンアップに従事、したが、その多くは、事故から2年後にその区域に入ったは、約80万人とし、ロシアは、汚染区域で働いていなかった一部の人間も、 解体作業者として、リストに含めている。事故から、最初の1年で、この区域のクリーンアップ労働者は、約21万1000人と推定される。これら労働者は推定平均線量165ミリシーベルトを受けた。事故により立ち入り禁止措置がなされゴーストタウンになった、ウクライナプリピアチの市民、プールプリピアチ市内清掃作業に従事した者に、授与された。 勲章ソ連政府は事故から36時間後にチェルノブイリ周辺の区域から住民の避難を開始した。およそ1週間後の1986年5月までに当該プラントから30キロ以内に居住するすべての人間が移転させられゴーストタウンと化した。その他当該プラントから半径350キロ以内でも放射性物質により高濃度に汚染された。 ホットスポットと呼ばれる地域においては、農業の無期限での停止措置及び、住民の移転を推進する措置が取られ、結果として、さらに数十万人がホットスポット外に移転した。チェルノブイリから北東に約50キロの汚染が少ない地区に、スラブチッチという町を建設した。ソ連の科学者の報告によると、2万8000平方キロメートルが 185KB q 平方メートルを超えるセシウム137に汚染した。当時、約83万人がこの区域に住んでいた。約1万500平方キロメートルが 555KB q 平方メートルを超えるセシウム137に汚染した。このうち、ベラルーシに7000平方キロメートル、ロシア連邦に2000平方キロメートル、ウクライナに千五百平方キロメートルが属する。 当時、約25万人がこの区域に住んでいた。これらの報告データは、国際チェルノブイリプロジェクトにより裏付けられた。事故後の隣国ベラルーシ国内における人口10万人、あたりの工場腺患者数の変化を色、成人青色、青年赤色、小児民間人に対する、長期的影響についての問題は、議論の余地が大きい。 この事故で生活に影響が出た人の数は、極めて多く、原発から半径30キロ圏内の住民約11万6千人が、即時に強制避難、ついで占領ホットスポットである北西約100キロ圏内も、避難対象となり、計40万人超が移住を余儀なくされた。また、約60から80万人が、事故後の処理に従事した。 1991年から1995年の集計データでも約656万7000人の人々が汚染区域に住み続けている。その一方でこれらの人々の大部分は比較的に低線量の被爆であると言われる。汚染区域の子供は工場腺に最大で累積50グレーの高線量を被爆した。 これは汚染された地産の牛乳を通じ、工場腺に蓄積される性質を持ち、半減期の短い、つまり、単位時間あたりでは高線量である放射性要素を多量に摂取したためであり、また子供は体及び期間が小さいため、大人よりも累積線量が高くなるためでもある。IAEA、e、の報告によると、事故発生時に0歳から14歳だった子供で、 1800件の記録された工場洗顔があったが、これは通常よりもはるかに多いと記されている。発生した小児工場洗顔は大型で活動的なタイプであり、早期に発見されていれば処置することができた。処置は外科手術と手身に対する要素131治療が必要である。1995年世界保健機関は、 子供と若年層に発生した700件近い甲状腺癌をこの事故と関連付け10件の死亡が放射線に原因があるとした。しかし検出される甲状腺癌が急速に増えているという事実はそのうち少なくとも一部はスクリーニング過程によって作り出されたものであることを示唆している。放射線により有機される。 甲状腺癌の典型的な潜伏期間は約10年であるのに対し、一部地域での小児甲状腺癌の増加は1987年から観測されている。しかし、この増加が事故と無関係なのか、あるいはその背後にあるメカニズムかは、まだ十分に解明されていないと IAEA は主張している。資金不足、不十分な時系列的疫学調査。 貧弱な通信設備及び多くの要因からなる緊急の公衆衛生問題により、旧ソ連では疫学的調査が父として進んでいない。適切に設計された疫学的調査よりもスクリーニングに重点が置かれてきた。適切な科学インフラが不足しているため、国際的に疫学的調査を体系立てて行うことが遅れている。ベラルーシュ・ウクライナは環境の回復。 対比と最低重化、汚染されていない食料の開発と、食料流通経路の開発、公衆衛生への対策などを行ってきたが、重すぎる負担になっている。国際機関と外国政府は広範囲にわたる物流支援、人道支援を行ってきた。加えて、欧州委員会と世界保健機関は、ロシア、ウクライナ、ベラルーシでの疫学的調査基盤を強化し、 あらゆる種類の疫学的調査の能力を向上させている。住民は現在でも少なくとも半年に一回は定期的な健康診断を受けており、健康に不安を持っている。一部の人には男性では頭髪が抜けたり、女性では髭が濃くなったりといった症状を訴える人もいる。癌の症例いくつかの研究により、ベラルーシ、ウクライナ、 および、ロシアの子供での甲状腺癌の発生が増えていることが分かった。国際連合人道問題調整事務所の立ち上げた、ザユナイテッドネーションズチェルノブイリによると、ウクライナでは350万人以上が事故の影響を受けており、そのうちの150万人が子供であった。ガの症例数は19.5倍に増加し、工場洗顔で54倍。 甲状腺手は44倍、甲状腺機能低下症は5.7倍、結節は55倍となった。ベラルーシでは放射性硬化物の70%が国土の4分の1に降り、50万人の子供を含む220万人が放射性硬化物の影響を受けた。ベラルーシ政府は15歳未満の子供の甲状腺癌の発生率が2001年には1990年の 2000例から8000から1万例に急激に上昇したと推定している。ロシアでは270万人が事故の影響を受け、1985年から2000年に汚染地域のカルーガで行われた検診では、癌の症例が著しく増加しており、それぞれ乳癌が,が121%、肺癌が,が58%、食道癌が,が112%、 子宮が癌が88%、リンパ線と増血組織で59%の増加を示した。ベラルーシとウクライナの汚染地域でも乳癌の増加は報告されている。2011年、アメリカ国立衛生研究所の一機関であるアメリカ国立癌研究所による国際的な研究チームは子供の被爆は大人が被爆した場合に比べて 工場洗顔にかかるリスクが高く、さらに依然として、工場洗顔の発症リスクが減少傾向に転じていないことを報告した。白血病アメリカ国立岩研究所の調査結果によると、慢性被爆によるガンリスクは、日本の原爆被爆者が受けた急性被爆によるリスクに匹敵し、放射性物質による汚染は、白血病全体のリスク増加に加え、 チェルノブイリ事故前には放射性物質による被爆との関連性が知られていなかった慢性リンパ性、白血病に影響を及ぼしていることが分かった。過去の被爆者の健康調査の結果、白血病は被爆から発病まで平均12年、固形がんについては平均20から25年以上かかることが分かっている。このことから、白血病及び 固形外が通常に比べてどれだけ増加するのかは、継続的な調査によって判明すると予想される。ウクライナ国立チェルノブイリ博物館に展示されている、犬の二伝待機系標本第1回チェルノブイリ事故の、生物学的、放射線医学的観点に係る、国際会議でのソビエトの科学者による報告によると、 当該プラントから10キロ区域での放射性降下物のレベルは 4.81GBQ 平方メートルであった。大量の放射性降下物により枯死した、いわゆる松の赤い森が10キロ区域内のサイトのすぐ背後の地帯に広がっている。この森は事故後、極めて大量の放射性降下物により枯死して赤茶色に見える木々のためにそう名付けられた。 事故後のクリーンアップ作業の中で4平方キロメートルの森の大部分が埋め立てられた。赤い森のある場所は世界で最も汚染された地域の一つである。この地域の動植物に放射性効果物が長期的な悪影響をもたらしたかどうかは未だわかっていない。動植物は人間に比べ放射線体制が大きく異なり、また幅広く差があるためである。 この地域の一部の植物が突然変異しているという報告もあり、そのため、奇怪な姿に変異した多くの植物があるという不思議の森や奇怪な森についての根拠のない噂がいくつか生まれている。また、植物に限らず、動物や昆虫の危険化、巨大化も一部で起こった。しかしながら、その場所から人間がいなくなったことが、 自然の復活をもたらしつつあるようで、例えば事故後およそ20年後現地に入った、ウクライナ系米国人ジャーナリストによれば、イノシシを主として、いくつかの希少な動植物が数を増やしているという。テレビ番組、Life After People では、人類滅亡後の地球の姿を想像するサンプルとして、チェルノブイリが取り上げられている。 チェルノブイリプラントのトラブルそのものは4号路の惨劇で終わったわけではなかった。ウクライナ政府は国内のエネルギー不足のため残った3つの原子炉を運転させ続けた。この時のウクライナ政府は財政難で新規の発電所の建設が困難であったため、チェルノブイリ原子力発電所をそのまま使わざるを得なかった。 1991年に2号炉で火災が発生し、政府当局は炉が修復不能なレベルまで損傷していると宣伝して電源系統から切り離した。1号炉はウクライナ政府と IAEA のような国際機関との間の取引の一部として1996年11月に退役した。2000年11月に当時のウクライナ大統領、 レオニード・ドクチマ本人が公式式典で3号路のスイッチを切り、こうして全プラントが運転停止した。4号路の石管4号路は事故直後大量の作業員を投入し、石管と呼ばれるコンクリートの建造物に覆われた。建設は6月に開始され、11月に完成した。対応年数は30年とされており、老朽化への対策が望まれている。 事故後、放射性物質による汚染により人が立ち入ることができなかったことから、原発事故の直撃を受けた職員の遺体が搬出されなかった。事故直後に無防備のままロの中に入った数名の作業者の行方が未だに分からず、現在も石棺の中に数名の職員の遺体が残っているものと考えられるが、彼らの遺体を搬出できるようになるまでには、 数世紀に及ぶ長い年月きを要すると見られている。石棺の中では放射性物質拡散防止のために特殊な薬剤が散布されているが大半が外部に流出していると見られている。なお、10日間で収束したという曖昧な俗説が見受けられるが実際は簡易的に宣言放出量を下げる応急処置が功を奏するまでの期間に過ぎない。石棺の完成までは 自己発生から7ヶ月を要している。時系列的には、4月27日に、放散、石灰、鉛、粘土、砂など5000トンを、炉内へ散布し、放射線、源の放出量が3分の1、5月1日までには6分の1に低下。翌2日、核燃料の崩壊熱と制御防防の火災熱により温度上昇し、が再び増加。 翌3日には、この高温化した、ナ内と水分との接触を回避するために、サプレッションプールから水抜き作業を開始。翌4日には、放出線量が、事故当日の半分にまで増加。翌5日には、液体窒素注入を開始し、急激な線量低下を、達成した、という流れである。石管はこの場合、効果的な封印手段ではなく、石管の建設は、応急処置である。 大半は産業用ロボットを用いて遠隔操作で建設されたために老朽化が著しく万が一崩壊した場合には放射性同位体を含んだ粉塵が飛散するリスクがある。より効果的な封印策について多くの計画が発案、議論されたが長い間実行に移されることはなかった。国内外から寄付された資金は建設契約の非効率的な分散や ずさんな管理、または盗難に遭うなどして浪費される結果となった。年間4000キロリットル近い雨水が石棺の中に流れ込んでおり、原子炉内部を通って放射性物質が周辺の土壌へ飛散し、石棺の中の湿気により、石棺のコンクリートや鉄筋が腐食し続けていた。その上、事故当時原子炉の中にあった燃料のおよそ95%が、 未だ石管の中に止まっており、その全放射能量はおよそ1800万キュリーに上る。この放射性物質は、炉心の残骸やゴミ、および溶岩状の燃料ガニュー物質からなる。この FCM は破損した原子炉建屋を伝って流れ、セラミック状に凝固している。単純に見積もっても、少なくとも4トンの放射性物質が石管内に止まっている。 シェルター構築計画は、現在4号路を覆っている石管の上に、新安全閉じ込め設備と呼ばれる、石管を覆うようにして滑らせる、可動式のアーチを建設し、それを使用して、石管内にあるとされる、放射性物質や汚染された瓦礫などを排除し、4号路から発せられる、放射線をゼロにするという計画である。放射性物質や水の汚染などの問題解決が、 期待されるが、建設に莫大な費用や労力がかかるという問題がある。NSC の概念設計は、高い放射線上を避けるためシェルターから離れた場所で、建設してから取り付ける方式をとる。NSC は、史上最大級の可動式構造物になることが想定される。チェルノブイリシェルター基金は、1997年の、デンバー G7 サミットで、 シェルター構築計画に資金を提供するために設立された。シェルターはベクテル、バッテル記念研究所、フランス電力公社によって管理される予定である。旧チェルノブイ発電所のパノラマビュー左側から NSC の半分、4号機、3号機、2号機、1号機、NSC は最終的に全幅257メートル、全長162メートル、 全高108メートル、総重量36000トンで、史上最大の可動式地上構造物となった。NSC は2016年11月14日までに完成し、同日から4号路上にスライドさせる作業が開始された。建設現場から224本の油圧ジャッキを用いて60センチずつ動かし、327メートル、 スライドさせるのに5日ほどかかる予定である。2010年12月21日より、ウクライナ政府は、正式に、チェルノブイリ原子力発電所付近への立ち入りを許可した。本来は発電所から半径30キロ以内はそれまで、立ち入り禁止であった。ウクライナ政府が正式にこのような許可を発表したのは、 現在は発電所付近の放射線レベルが低くなったとの発表があったためである。キエフからはツアーが再行されている。無人の土地となった現地一帯は野生動物の宝庫となっている。インターファクス通信によると30キロ圏内への観光客が近年増えており、2018年には約7万人が訪れた。 ウクライナのオロディミル・ゼレンスキー大統領は2019年7月10日、チェルノブイリ原発を観光地化するための大統領令に署名した。チェルノブイリ事故は国際的な注目を集めた。その結果として、チェルノブイリは大衆の認識に多くの異なった姿で刻み込まれることとなった。チェルノブイリ事故は明らかに 大規模災害であったため、世界中のメディアの注目を集めた。原子力のリスクに対する大衆の認識は大幅に上がった。原子力推進側と反対側の団体が、大衆の意見を動かすために、多くの努力を払った。死傷者の数、炉の安全性の評価、及び他の炉でのリスク評価は、著者がどちらの立場に近いかによって、大きく異なる。例えば、 原子放射線の影響に関する国連科学委員会は国連人道問題調整事務所の観光物に関して公に批判した。このようにこの問題の真実を明らかにすることはかなり困難である。実際の事故の原因や経過に関してはソ連首脳部に対してもより現場に近い組織、人間が事実を隠蔽しようとする動きがあった。 これは、スターリン体制以来の恐怖政治から、当事者が懲罰を恐れ自らの保身を第一に考えたためである。この体質に対して、最高指導者のミハイル・ゴルバチョフは苛立ち、グラスノスチの徹底を指導した。事故は改革派としてのゴルバチョフのイメージに傷をつけることとなった。チョルノブイリ、チェルノブイリが、 苦いヨもぎと翻訳されることがある事実から、英語圏のキリスト教徒の間で、チェルノブイリ事故は、聖書の中に記されているという都市伝説が生まれた。この話の発祥は、ウクライナ語で、苦いヨもぎを、チェルノブイリというのだという氏名不詳の、著名な、ロシア人作家の主張を引用した、サージ・シュメマンによる、ニューヨーク・タイムズ紙の記事だとされている。この都市の名前は、 ウクライナ語で、ニガヨモギの禁煙種のマグワアートを意味する、チョルノブイリから来ている。この語は、チョールヌイとブイリアを組み合わせたもので、直訳すれば、黒い草、または黒い茎という意味になる。目視録のニガヨモギは、アルテミシアブルガリスでもアルテミシアアブシンテウムでもなく、アルテミシアジュデーカだとする説が有力である。また、キリスト教神学上の通説においては、 このような聖書解釈は一切なされていない。被爆時の喉に残っている赤い傷跡で、甲状腺癌摘出による手術跡を首飾りに見立てている。なお、甲状腺を摘出した場合、代謝を司る甲状腺ホルモンを体内で作ることができなくなるため、生涯甲状腺ホルモンの必要量を毎日、経口摂取しなければならない。C コンピュータウイルスは、 多くのメディアにより、チェルノブイリウイルスという名前を付けられた。編集 V1.2 が毎年4月26日、すなわち、チェルノブイリ事故の日に発症することにちなんでいる。しかし、これは、ウイルスの作成者、チン・ミツル号の誕生日がたまたまその日だったというだけで、ただの偶然の一致である。一般写真集、作文集、小説漫画放射性物質が多く、 残留し続けている現地周辺を撮影しているため空中を飛び交う中性子が撮影用フィルムに衝突して観光し無数の白い小さな点が一緒に撮影された作品が多い。ありがとうございます。